七つの喜びの言葉、祝福人。良寛さんは最後の瞬間まで口から出てくる言葉が愛語という人でした。私たちの口から出てくる言葉はどうでしょうか。辛い、悲しい、苦しい、つまらない、嫌だ、嫌いだ、疲れた、といった言葉をたびたび口にしていないでしょうか。私は不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句の5種類を口にしないよう戒めるために、それらを誤解の言葉と名付けました。反対に喜びの言葉というものも集めました。嬉しい、楽しい、幸せ、愛している、大好き、ありがとう、ついてるの7つです。これを7つの祝福の言葉として、七福神ならぬ祝福神と名付けました。なるべく誤解を口にせずに、祝福人を口にするようにする、そのように生きていくというのが、良寛さんほどではないにしろ普通の人ができるかもしれない実践です。例えば、友人と食事をしていたとします。その時にこんな話をしたとしたらどうなるでしょうか。自分は本当についてない、いい会社に就職できなかったし、上司にも部下にも恵まれない、結婚生活は最悪だし、子供も可愛くない、友人にも恵まれていない、本当にこんなにひどい人生ってあるものか、どうして俺はこんなについてないんだろう、それを聞いていた友人は、そのついていない人生の一部を自分も担っている、そんなふうにこの人には思われているんだ、この人からは大事な友人だと思われていないんだと認識することになります。そんな人と話をしていても、どんどん元気がなくなるだけです。ゆえに、この人と一緒に食事をしよう、
あるいはこの人と一緒にいたいという人はどんどん減っていくことでしょう。自分の愚痴や泣き言を言っているだけのようですが、実は心ある友人たちをどんどん遠ざけていることに他ならないのです。逆にこんなことを言う人がいたとしましょう。自分はものすごくついてるんです。本当に幸運です。素敵なパートナーに支えられて、子供も健康に育っている。会社の上司、先輩、同僚、後輩にも恵まれています。いい友人もいる。やることなすことが全部つきまくっていて、本当に自分ほど幸せでラッキーな人間はいないと思います。その言葉を聞いた友人は、自分もそのラッキーな人生の一部だと受け止めます。あなたと一緒にいる時間も幸運でラッキーな時間なのですよと言われているようなものですから、その言葉を聞いた人はどんどん元気になります。この人ともっとたくさん一緒にいたいと思うでしょう。